26日午後、雲南省昆明市の明通小学校で転倒事故が起き、すでに6人が死亡しました。中共メディアは、児童がふざけていたため事故が起きたと伝えましたが、ある目撃者は校舎の倒壊が事故の原因だと指摘しました。大陸メディアの報道によると、児童が悪ふざけをしていたとき、そばの廃棄用のスポンジが落ちてきたため、児童が逃げようとして転倒事故が起きました。しかし校舎の倒壊が原因だと述べる目撃者もいます。学校の複数の関係者がすでに逮捕されました。事故発生後、多くの保護者が学校に駆けつけましたが、警察に阻止されました。地元の住民は事故の原因について、老朽化した校舎の管理不足のせいではないかと見ています。1955年に設立された明通小学校は、雲南省でもトップレベルの模範学校だと評価されています。児童は2710人、教師は128人で、合わせて43クラスあります。新東人テレビがお伝えしました。